キハ127系機動車は、西日本旅客鉄道の一般系機動車。本校では、キハ127系と同時に、同じコンセプトで製造された、両運転台系のキハ122系機動車についても、記述する。エチゴトキメキ、鉄道に所属する同系車については、エチゴトキメキ、鉄道 ET122 系機動車を参照。 姫新鮮輸送改善工事に伴って導入されたもので事業費の一部を兵庫県姫路市、辰野市、佐用町が負担している。2008年8月26日に JR 西日本から本系列を19両申請することが発表され2009年3月14日から営業運転を開始した19両すべてが 新潟トランシス新潟事業所で製造された。営業運転開始を前に、糸井川駅へ納入改装され、2008年9月20日と翌21日に、同駅の赤レンガ倉庫で、同年10月10日には、阿保市総合車両所の公開に合わせて展示された。キハ127系は、キハ121系、126系を基本に、多くの改良点が見られる。 車両情報制御システムとして t i s が搭載されている。車体は骨組み、外反等にステンレス鋼を使用したオールステンレス車両で安全への対応として車体強度を高めた設計とし、また車体断面形状や外反部材は 321K や 521K と可能な限り共通化を図っている。運転台部は普通構成で、 全面強化を図っており、2 2 1系や2 2 3系の流れを組む衣装とした。乗務員室は貫通構造となっており、他社との連結の際には運転室側を仕切ることができる。運転台は左側に主管制御器、右側にブレーキのハンドルを配置した横軸にハンドル仕様となっており、運転台右側にはモニタ装置のパネルが組み込まれている。 客用扉は、片側2箇所に押しボタン式の半自動両開き扉を設置しており、ステップは配されている。キハ127型の非運転台側車端部には、転落防止ホロが設置されている。連結機は、統計列のみで、独立運用を組むことから、電車と同様の密着連結機としている。外観デザインは、編成のラインに稲穂をイメージしたイエローと赤とんぼ イメージしたオレンジの間に透明感を出すアクセントとしてホワイトを配している。走行機関として下級機及び吸気冷却装置付きの小松製 SA6D140HE-2 が1台搭載されている。コモンレール燃料噴射システムと1気筒あたりの吸排気バルブの総数を4つとした4バルブ方式を採用したことで排気ガス中の窒素酸化物や 倍延などを低減している。空調装置などのサービス用電源装置として、エンジンの駆動力を利用した、発電機と整流装置が搭載されており、用途に応じて、参照、交流 440V38 区場、交流 100V10 区場、直流 100V5kW、直流 24V2kW の四種類が、供給できる。空気圧縮機には、実績のある。 ベルト駆動式が採用されている。キハ1 2 1系キハ1 2 6系で採用されたベルトレス式は油上がりに起因する不具合が発生したことから採用が見送られた。台車は円錐積層ゴム式軸箱支持方式を採用したボルスタレス台車である。全員寄りには動力台車、五位寄りには付随台車を1台ずつ使用し、 動力台車は二軸駆動式の WDT65、付随台車は WTR248 である。ブレーキには、台車ごとの制御となる、機関ブレーキ、排気ブレーキ、併用電気指令式空気ブレーキが採用されており、基礎ブレーキ装置は、踏み面らユニットブレーキ、ディスクブレーキと、踏み面らユニットブレーキの併用となっているほか、キハ 121K。 キハ系からの改良点として、て滑走防止機能が追加されている。アーバンネットワークの快速、新快速として広く運用されている223、系電車を元に設計された5 2 1系、1 2 5系電車の設備やレイアウトを取り入れており、側窓は、内倒れ式の熱線吸収服装合わせガラスを採用している。客室座席は一列プラス二列の、 転換クロスシートとしている。移動制約者に配慮し、車椅子対応トイレと車椅子スペースが設置されている。車外の正面、側面には LED 式行き先表示器、車内には LED 式案内表示器の設置ともに、出入り口付近には整理券発行機、乗務員室と客室との仕切り部分には、運賃表示器と両替機能付きの運賃箱が、 設置されており、ワンマン運転に対応している。両運転台形のキハ 122K と、片運転台形のキハ 127K の2系列が存在する。キハ 127K は、基本的にトイレ付きの0番台と、トイレなしの1000番台で2両編成を組むが、キハ 122K、キハ127型で2両編成を組むこともできる。 2009年11月から12月にかけて、キハ122系1両にハイブリッドシステムを搭載し、試験走行を行った。申請当初からキハ127系は2両編成6本12両、キハ122系7両が、姫路鉄道部に配置され、姫新線姫路駅小月駅間で運用されている。輸送改善工事完了後の2010年3月13日から、 最高速度時速 100km での営業運転が開始された。この速達化で所要時間が短縮されている。ありがとうございます。